こんなに早くお別れしなきゃいけないなんて。オイラ、まだ話せてない物語があるのに。実は、私も彼女に伝えられなかったことがある。例えば、スネージナヤで見たオーロラは、絵本に描かれたのと同じように、美しかったこととかな。日が昇れば、新しい一日が始まり、残影の記憶もリセットされる。これ以上先延ばしにすれば、別れを告げる時間すらなくなってしまう。悔いは、昨日に留めておこう。お父様。あ、リネだ。おーい、リネ。なんで戻ってきたんだろう。早く行ってみようぜ。お父様、あの炎を飲んだフィリオールたちは目が覚めた後、家から出て行きました。君たちはどうする？選択肢を与えてくださったこと、感謝します。でも、ここを離れようと考えたことは一度もありません。僕たちにとって、ここが唯一の家ですから。リネットとフレミネも同じ考えです。二人は先に、ブーフドエテの館に戻って休んでいるので、僕が代わりにお伝えします。私がリネに何を期待しているのか、君もわかっているはずだ。君に次の王を託したいと。君自身は、なりたくないようだがね。だから、この木に出ていくだろうと思っていた。それも悪い選択ではない。王座に無理やりつかせられても、ずっとその座にとどまることはできないだろう。穏やかに暮らした方が、よほどいい選択かもしれない。どうして僕が、次の王にふさわしいとお父様が思われたのか、正直よくわかりません。君は勇気と才能を持ち合わせている。そして最も大事なことは、家族を大事にしている点だ。家族を守るためなら、君は死ぬことも厭わない。今回、お父様に寛大な処置をしていただけたのは、リネが身を挺して戦ってくれたからだ。リネ兄ちゃんは英雄だよ。英雄。本当の英雄は、お父様なのに。もしあの時、お父様が全力を出していたら、僕たちはひとたまりもなく死んでいたはず。決闘を持ちかけた時、すでにお父様は決めていたんだろう。覚悟の面でも武力の面でも、僕は王の条件には全く達していません。それは違う。王になるためには、二つの資質が問われると私は思っている。信念。そして信念を貫くために必要な力だ。家について、君は私とは違う視点と考えを持っている。足りないのは力の方だが、リネの天秤からすれば、力がついてくるのも時間の問題だろう。だが、その力がまだ身についていないにもかかわらず、君は逆境の中で信念を貫き、私に抗った。それこそが、私がリネを評価する点だ。お父様。この先何が起きるかは、誰にもわからない。晴れ渡る日もあれば、荒れ狂う日もあるだろう。ハウス・オブ・ハースの責任者に必要なのは、慎重さではなく、揺るぎない決意だ。もし何らかの基準を満たさないと行動できないというなら、私は先代召使いを暗殺によって殺せなかった。当時、私と彼女の間には、歴然とした力の差があったからな。力は確かに勝敗を決める。しかし、
力が足りないからと後ずさりし、信念さえ曲げてしまう者に王となる資格が与えられることはない。おっしゃる意味はわかりました。ありがとうございます。子が大人になり先人を超える、家が枝葉を伸ばし続けるためにはそうでなければならない。だが決して楽な道ではないぞ。最後にもう一度聞こう。本当に残ることを決めたのか。お父様からの恩は必ず返します。それに厳冬計画がもうすぐ始まります。家に様々な危険が迫っている時期に決して逃げたりはしません。これが僕の信念です。わかった。厳冬計画についてはあまり心配する必要はない。富豪や政治要員たちがこちらの命を狙っているようだが、しっかり灸を据えてやろう。光に憧れる子供たちは全員追放された。これが我々の最後の弱点だったが、今では影に隠れる雲のようにハウス・オブ・ハースという巣に獲物がかかるのを待っていればいい。奴らの企みを逆手にとって、極寒の吹雪の中で赤い月が昇るのを見届けようではないか。忠誠は必ず報われ、全ての犠牲が価値を持つことになる。次に二人に会うとき、敵になるかはたまた味方になるかはわからないが、今日君たちと結んだ遊戯を覚えておこう。険しい旅になるだろうが、皆が望む終点にたどり着けることを願っている。